みんないろいろ考えてす。始めよう。ハイツアライアンスへの引っ越しが終わり、今日から学校が始まる。久しぶりの授業、楽しみだ。今後だが、まずは仮免取得に向けて動いてもらう。ヒーロー免許ってのは人命に直接関わる責任重大な資格だ。当然試験内容も厳しい。そこで今日から君らには必殺技を作ってもらう。学校っぽくてそれでいてヒーローっぽいの来た。技の有無は仮免試験の合否に大きく影響すると先生から伝えられ、必殺技のトレーニングをするために僕らは体育館ガンマへと移動した。戦闘とはいかに自分の得意必勝の型技を押し付けるかだ。早速だが、仮想ヴィランを相手に実戦形式で進めていこうと思う。一番手は、一番っつったら俺しかいねえだろ。行くぞ。ファイナルラウンドレディークラッシュ。別のメッソフッ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 。弱点丸出しだな。攻めつけ爆散。やることは変わんねえ。圧倒的にぶっ飛べ。試させろ。魔感爆撃ビッブジブジ。少しは楽しませろ。アメージング。久々に暴れるとスッキリする。仮想ヴィラン、もう一体頼む。かっちゃん、やっぱりすごいや。もう技のビジョンもたくさんあるんだろうな。僕の腕、もう無理はさせられない。どうしよう。みんなは個性を伸ばし順調に必殺技を編み出している。サンボドバー、アシドさんらしいや。ミネタ君はグレープラッシュか。どんな技なんだろう。ウララカさんも頑張っているのに、僕は必殺技のビジョンが全然浮かばない。どうやら悩んでいるみたいだね。考えるのさ、少年。正誤は重要じゃない。自分で考え気づくことが重要なんだ。一つアドバイスだ。君はまだ私に習おうとしているぞ。各自個性の伸びや技の性質に合わせてコスチュームの改良も検討するんだ。専門的なことは校舎1階にある開発工房で聞いてくれ。必殺技のトレコスチューム改良のため